カメラをオンにする前にやっちゃった。はい、OK ですね。はい。僕も、まあ、あとマイクの音量だけ一回チェックしましょう。はい、こんな感じでーまあ普通に一回喋ってみましょう。はい。あ、テステスマイクでーす。マイクに向かって喋ってください。テステステス、テステステス、マイクのテスト中です。はい、ありがとうございます。サチーさんは？あ、テステステス、マイクテス。大丈夫ですね。このぐらいで。はい。じゃあこれぐらいでいきましょうね。はい、行きまーす。まもなくでーす。では開始していきます。はい、お願いします。サッチーの気まぐれラジオ、時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオの時間です。 MC はサッチーと、はい、ミキサーのキャンでーす。で、今週もなんですが、ゲストが来ております。この方です、どうぞ。はい、皆さんこんばんは。毎週水曜夜9時のフリムーンラジオのパーソナリティをしています、ラジオネームナルドラと言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はお呼びいただきましてありがとうございます。いえいえ、どういたまして。どういたまして、はい、そう、わざとですはい、ありがとうございます。はい、この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。ナルトラさん、なんかこの番組では初ですよね、はい、私が逆にフリムーンに出てる方ですよね。そうですね、あの2回出ていただいたので、もう僕の方から今度は逆に、気まぐれラジオに、はい、出会いとなと思っていたところにオファーをいただきまして。あ、じゃあ、はい、タイミングが良かったということですね。そうですね、しかもよかったよかった、そのタイミングがいいというのがもう一つありまして、はい、今日オンエア日は6月11日ですね。11日、はい、今日が僕誕生日でございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あの収録日だけを見てこの日でお願いしますって言ったら、はい、偶然こうなったっていう感じで、あ誕生日というのを逆算せずにあらっていうオチもありますけど。なるほど、はい、なるほど、はい、ということで、実はですね、今日ナルトラさんに、そんなナルトラさんに、はい、 FM キュアから誕生日プレゼントです。 ありがとうございます。はい、今、あ、そうか、収録の方には見えないと思うんですけれども、はい、あの記念品をいただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。ツイキャスの方では見えますけどね。そうですね、はい、はい、ということで、誕生日に渡せてよかったですよかったです、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。はい、ではこの番組の、紹介をしたいと思います。はい、お願いいたします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは気まぐれ .sach@gmail.com です。アルファベット小文字で kimagure.sachi@gmail.com です。また YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週金曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。ツイッターではハッシュタグ気まぐれラジオをつけてくださいね、ということで早速ツイキャスが来ておりますので紹介したいと思います。お願いいたします。カープボーイさん、サッチーさん、ナルトラさん、キャンさん、こんばんは。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 なんだ、なんて書かれてます、ナルトラさん。あ、僕ですか。うん、僕はもう、あの、お待たせしましたと書いたんですけど、あの、ツイキャスを見てる方への告知ですね。あ、なるほど。ちょっと、あの、収録開始がね、若干ずれましたので。若干ずれたので、ね。そういうことです。はい。ヤンキチさん、来ております。
サッチーさん、ナルトラさん、キャンさん、こんばんにゃー。こんばんにゃー。カープボーイさん、カープボーイさん、今書かれてるやつは次の週の布で後で読みたいと思います。はい。はい。カープボーイさんがおめでとうって来ておりますよ、ナルトラさん。ありがとうございます。はい。はい、では、一曲いきたいと思います。はい、お願いいたします。安室奈美恵で、Can You Celebrate です。どうぞ。ということで、サプライズ成功ですね。ですね。合わせていただいてありがとうございます。ちょうどあの振りもんが微妙、ちょうど間なんで、あ、どっちにしてもですね。あの打ち合わせ時間があれなんですよ。実は今ここに到着して、あの FM ギノワに上がるまでの 1,2 分間で打ち合わせして、そうなんです、そうなんです。そうなんですよ。なんか短い間に、はい、音楽用意しとくんで、なんかちょっとサプライズやりません。ああ、そう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 。で、あと本当多分この渡す予定は本当はフリームのラジオ中だったんですよね。そうですよね。本来は自分の番組のまあ時に、ね、誕生日近い週でみたいな感じですけど、僕あの前もってゲストをナルタさんって聞いてたんで、うん、誕生日の放送にやってた方が良くないっていう。あ、もうある意味あのサプライズですね、本当に。サプライズ。あ、こ一瞬ないのかなと思いました。あの14日かなと、あの次のフリームーンの放送かなと思ったんですけど、はい、忘れられてるかなと思います。いつも雑に扱われてるしな。いや、本当にいろんな意味で。まあ、ナルトラだし、みたいな。いや、いいんですよ、いいんですよ、いいんですよ。あの、これ嫌味で言ってるんじゃなく、そういうポジションが本当にありがたいので。はい、あのポジションをうまく使い分けるのが楽しいですもんね。そうです、そうです、そうです、そうです。ナルトラさん、こう見えて、自分の年下が集まるとめっちゃいじりに回るんで。そう、いじる方が少ないのは、もう、年下が少ないっていう、この前、住所不定無職さんの番組に出たときは、あの、無職さんと、ちょっくん、思いっきりいじってましたんで、僕が。二人年下なんで。本当に、年下が少ないだけです。で、普段一緒にいる方々がみんな、ナルトが調子乗ってる。そうそう。あの、コメント、あの、ツイキャスでいじってくると。はい、いや、いいじゃないですか、調子乗ったって。ね、数少ない。はい、でも僕はナルトラさんにいじられたことあんまないな。いや、そこはあの一応 FM ギノワのスタッフさんですんで。ちょっともスタッフですよ。あ、よく考えたらそうだったみたいな。いや、まだ距離あるのかなと思って。いやいやいや、そうそう。あ、いじってきてる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 。まあ、もう曲そろそろですか。まだ半分です。ああ、OK です。長いんですよこれ。あの、陸海空さんは、はいはい、ロックの日行ってるんですか。行ってないです。行ってないですか。はい、行ってないです。あの今カープボーイさんのコメントで多分そのことを聞いてるんかなと思った、一番さん、うんうんうん、今トップ私は行かないのよ。今日ロックの日なんですね。ロックの日なんですよ。家帰ったらウイスキー飲まないといけないですね。それも含まれてる。そのロック。グイッと。でもストレート派なんですよね、僕。あれ。あのよくあるあの銀色のあれに詰め込んで。ひふみさんは行ってるらしいですね。あ、ひふみさんは行くでしょうね。だからロックの日終わってからじゃないと来れないから、今日の牛乳配達を送れるよって感じ。お疲れ様です。僕もね、あの宮田龍太郎さんのバンドが出てるっていう、若干ショック動きましたけどね。そう、僕本当はあのね、聴いてる曲は RBC が
メインなんですけど、一番最初にあの沖縄のラジオいいなって思ったのは、あの宮田龍太郎さん の、うんうん、あの夕方の、ああの時はまたイブニングワイドミックスだったと思うんですけど、ミックスめっちゃ聞いてました私、いやあんな渋い声であんなロックな格好して確かにアナウンサーやってだだだで僕ね F1 好きじゃないですか、あの人も F1 好きな、 F1 とかモータースポーツ好きなんで、はいはいはい、その話をしてくれるだけでも、あこれはって思ったんで、急に総務に上がりましたからね。ねえ、びっくりした。じゃああとは多分感想なので、はい、サビが終わり次第、はい、フェードアウトしてマイク上げますね。小学生の時カラオケでよく歌ったなぁ小学生の多分小4ぐらいの時、ああ、声か子供の声の頃のうちにみたいな、はい、はい、お聴きいただいたのは安室奈美恵で Can You Celebrate でした。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマは相方の好きなところ欠点です。まあナルトラさんはね、相方さんいますから多分今日はん相方です。パートナーという意味の相方ではなく広い意味の相方です、広い意味の相方しか僕は思い浮かばなかったので、はい、明確にね、はい、相方って呼べるのは、はい、あの人だけだなと、あの方だと思うので、はい、あもうそのまま話していいですか。いいですよ、はい、まあ、フリムーンラジオで今ね2人でやってますんで、もう一人相方といえばエコザイルさんなんですけど、はい、まあ、エコザイルさんのまあいいところというか、はい、やっぱり三振弾けるのは羨ましいなと。ああ僕はもっともっとやっぱ手先が不器用なので、まあ、はい、コメントでねたまにそれでも弾けるよと言ってくれる方いらっしゃるんですけど、何度挑戦しても弦楽器ってダメなんですよね。そうなんですか。苦手なんですよ。じゃあギターもダメ。ダメです。はい。ですんで、まあそれは本当にまあいいところというか羨ましいところというふうに言った方がいいかもしれないですけれども。ああ、はい、なるほど。はい。でまあフリムラジオを聞きいただいてると分かるんですけど、はい、まあ一つまあここはと思うのは、はい、やっぱ頑固なところですね。ああ、頑固ガージューですね、方言で言うと。はいはいはい、そうですね。やっぱりそれでちょっと自分の意見とぶつかるってね、番組中ね。言い争いになる時もなきにしもあらずですけれども、はいはいはい、はい、そんな感じです。なるほど。 もっと言いたいことあったら全然言っていいです。言いたいことあったらもう言いたいことですか。言いたいことあったら言っていいです。いやでも本当に何でしょう、やっぱりフリムラジオってもともとも十何人もメンバーがいるところから始まって、まあ、いろんな人が抜けていって、はい、まあ、一応今休止中っていうことになってるメンバーいるんですけど、はい、まあ、言ったら番組開始から一貫してやってるのはもうあの方だけなんですよ。そこはもう本当に尊敬できますよね。みんながね、こうね、人間関係とかなんかもうどうせしないからみたいな感じでね、はい、抜けていった中で、はい、あの人だけはもうずっと動っていって、うん、今やってますんで、おかげさまで、この7月にはフリムラジオ400回迎えますんで、おお、すごいですね、はい、その400回全てにかかっているのはエコザイルさんただ一人ですから、おそういう意味ではもう本当尊敬できる方ではと思ってます、はい、なるほどなるほど、はい、私、まあ、相方といえば旦那しかいないんですけど、まあ、そうです、ね、逆に言うと、まあ、逆に言うとそうなんですけど、まあ、あとはね、今ねミキサーのキャンさん、はい、キャンさんは相方として見てるんですけど、私的に、はい、音楽の、はい、なんていうクオリティが半端なくて、ありがとうございます。もうびっくりするんですよ。私もなんか限られてるなんか中で
自分でなんとか選曲してるって感じなんですけど、はい、なのにもかかわらずなんかやってくれてるのがすごいですね。いや僕は結構音楽大好きなので、はい、めっちゃ趣味だったんで、うんうんうん、だからもう人よりは多分覚えてる曲のレパートリーってすごく多いだろうなとは思ってるんですけど、おなのでまあ DJ とかやったりしますけども。すごいですよね。いや DJ できるのがすごいですよ逆に。 DJ はでもみんなできると思いますよ。ですかね、ナルトラさんどう思いますか。あのリズムに合わせてなんかこうね、あのたまに僕フリムーンの終わりとか前後でなんか練習してる風景を見るんですけど、はいはい、確かにあのリズムに合わせてなんかうまく触ったり何やしてたらできるかなみたいなことを一瞬思ったりするんですけど、そこは別に簡単にできるとは思ってないです本当に。なんかプロみたいにチェケチェケみたいな感じは確かに難しいんですけど、はい、曲と曲をつなぐって行為はそこまで難しいことじゃないので、へー、それをちょっと覚えるだけであの場を盛り上げられるようなこのつなぎは絶対できます。あー、なるほど、はい、うんうん、はい、ではツイッターの方でもあの募集をかけたんですが、DM の方が来てましたので一通紹介したいと思います。ツイッターネームがまっちゃんさんっていう方から来ております。ありがとうございます。相方のいいところは今見えません。昔はいいところしか見えませんでしたって来ておりますね。昔はこれはまっちゃんさんは男性なのか女性なのかもちょっとあれですけれど、ですね、まあおそらく夫婦関係のことなんじゃないかなと思いましたけれどではメールに行きたいと思います。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、ゲストのナルトラさん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。メッセージテーマ、相方の好きなところ欠点。相方というより FM ギノワンの戦友でライバル、住所不定無職さん、好きなところ、いいところをあげるなら有言実行するところ、うん、行動力が早いところですねと来ております、うんうんうん、私もたまに仕事が休みの日とか空き時間にあのキャスで見させてもらってるんですけど、意外と住職不定無職さん行動力めっちゃあるなと思って。私もいやバリバリですよ彼はって、ね、全国回って帰ってきてラジオするみたいな感じで、もっとね、はい、やってますんでね今ね。ラジオするきっかけもこっちで FM ギドワンで、はい、あの会議をしてるときに、はい、すいませんラジオってどうやってやるんですかってきたので、はい、いやすごいいいキャラの子が入ってきたなと思って。あ、その割にはすっごいもう低姿勢で、はい、いや思ったら吉日じゃないですけどすぐ動ける彼って本当にかっこいいなと思いますね。あ、いいですね、はい、ではもう一通来ておりますので紹介したいと思います。6月11日放送分ということで、皆様こんばんは。こんばんは。こんばんは。ラジオネーム名古屋のダンサーズでございます。ありがとうございます。相方のことですか、まあ、相方、まあ、広い意味の相方でもあるし、あのパートナーのことでもいいですし、はい、っていうふうに募集しましたが、いや、ラジオには載せにくいことがあるので割合させていただきますが、ただ一つ言えるのは、皆様幼馴染のフレーズである、仮面夫婦ということですかね。なのでラジオもうまくやっているのかなと思いますよ。決して仮面舞踏会と間違えないように。仮面夫婦の意味がわからない方はネットで検索してみてくださいねと来ております。いやいやいや、いやそう言っても仲いいんでしょね。私も思いましたよ。はい、ではもう一通来ておりますので紹介したいと思います。お願いします。ラジオネーム進撃のめいちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさんとキャンチーとナルトラさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ナルさんが、出演するということで久しぶりにメールしました。ありがとうございます。ありがとうございます。
そして早速相方の、好きなところ欠点、相方がいない場合は話せないのでここにしておきますね。ここまでにしておきますね。ここで今回はナルトラさんに質問があります。はい、2つあるので1つ目いきますね。はい、ナルさんにとって夜とは何ですか？夜とは、はい、夜とは、仕事の疲れをどう癒すか。はいはい、癒しの時間ですね。癒しの時間、もうこれはいろんな広い意味でラジオを聞くことも癒しですし、音楽を聴いたりすることも、はい、もちろんあの居酒屋などで飲むことも癒しの時間だと思いますので、はいはい、それをどううまくあの癒して次の日の仕事に持っていけるか、はいはいはい、それをかなと思います。はい、夜とは、はいはい、2つ目、はい、なるさんにとって、FM ギノワンとは何ですか？もうあのこれはもう一つパッと思い浮かぶことといえば、はい、僕が学生時代から夢に思っていたラジオパーソナリティになるという夢を叶えてくれた場所です。おお、はい、これちょっとあの話少し長く言っていいですか？いいですよ。はい、あの僕、まあ、皆さんご存知の方も多いと思いますが、四国の徳島県出身で、5年半前に沖縄に引っ越してきたんですけど、はい、あの徳島にいた頃からラジオを聞いてまして、はい、で学生時代にあのその、大手の局で、その番組のノベルティで、はい、こういうふうにスタジオに入ることができる 権利というのがありまして、ほうほう、でそこで、まあ、あのメールテーマの時にちょっと喋らせてくれるぐらいなんですけど、はい、スタジオに座れることできるんですよ。で間近に生でパーソナリティの方の姿を見てやりたいなと、な将来実際喋りたいなという夢を持ったんですけど、はいはいはい、それをフリムンラジオという番組で叶えてくれた、それが FM ギノワンです。はい、なるほど、すごい、すごいですね。はい、キャスの方が結構来てますので紹介したいと思うんですが、あの画面が私動かせないという状況がありますので、はい、キャンさんちょっと紹介してもらっていいですか？はい、じゃあ先ほど読んだところからぐらいですかね。はい、ヤンキーさん、ロックの日、ギターのレスポール氏の誕生日からのロックですということで。あ、そっか。収録日が9日ですね。そうですね。はい。ですね。ブレイさん、やってた、サッチさん、ナルトラさん、キャンさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。あ、ナルトラさん、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。メインヘラジオさんからもこんばんは。こんばんは。こんばんは。いらっしゃい。沖縄大好きさんが、した。こんばんは。こんばんは。ブレイさん、住所不定無職氏はすごい。確かに。はい、沖縄大好きさん、僕のメール読んでくださったんですね。そうなんですね。無職さんに憧れるところ、まさにそこです。ほう、ブレイさん読まれてたよ、お疲れ様。これ沖縄大好きなんですね。はい、そうですね、はい、そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。とそういえば私なんかあの陸海空のことを喋ろうと思ってたんだけど、あ、そうですね、忘れてましたね。そうですね、しっかりと。な、旦那のいいところ、いいところどこかな、なんかいっぱいあるんだけど、とりあえずまあ面白いところ、うん、先週ゲストに来てたんですけど、そうですね、まあなんかね、この頭の回転がすごすぎて私にはちょっとついていけないっていうのがあるんですけど、はい、なかなか家でも面白いんですよ。ね、2人がなんか家で黙っててもなんかね、黙ってることがまずないので。本当ですか？本当です、本当です。もう寝る時と朝もう起きてちょっと仕事行くまでの間ちょっと無言があるぐらいで、はい、それ以降はもう休みの日だとずっと喋ってます。あ、素敵じゃないですか。いいですね。なんそこはですね、もう頭の回転すごいし喋りはすごいし、うん、ですね、私が好きなところというか、まあ、憧れですね、うん、旦那の、旦那が憧れてます。あ、やっぱないところを求めるっていうのは一番一つあるんじゃないですかね、うん、そうですね、はい、
そろそろお時間が来てますでしょうか。あと2分くらいですね。では、じゃあ、なんか欠点がそこまで出てないので、唯一の欠点、旦那の。はい。すんごい酒飲みなんですよ。お酒好きそうでしたね。うん、めっちゃ好きで、とりあえず休みの日があれ、あろうもんなら朝からビール行ってんので。朝か。そう、朝からビール行ってるんですよ。もうマジで勘弁ってぐらい飲むので。あ、だから先週のこの収録の日もちょうど休みだったんですね。はい。なのでもう朝からもうずっと飲んでて、はいはいはい、ずっと飲んで、私が出かけてる間は寝てみたいな感じ で行くよっていう前にまた飲んでみたいな。じゃあ酒抜けてないというか酔った状態で出てたんですね先週は。そうですそうです。でもそれは面白いわけだ。では、来週のテーマに行きたいと思います。はい、お願いいたします。来週のテーマは好きなおにぎりの具材、はい、です。というのも、18日がおにぎりの日らしいので、ほうほうほう、そのテーマにいたしました。はいはい。まあ先週旦那は言ってたんですけど、なんなんね、今日おにぎり買って持ってったんですけど、明太マヨおにぎりを食べてましたね。買ってきてと頼まれましたが、よさげなおにぎりですね。よさげなおにぎりで。はい、はい、ではそろそろお時間になりました。今週のお相手はサッチーと、はい、ミキサーのキャント、はい、ゲストで来ましたナルトラでした。ではでは、また来週。バイバーイ。おにぎりの具材、結構あるからな、迷いどころ。絶対旦那は見てるな。見てるけどコメントしないパターンだ、ね。旦那絶対見てると思うんだけどな。てめえみたいな。記録の点でしょ。はい、一周目が終わりました。一旦切ります。はい、またすぐ再開します。